指導手順再検討は語学教育研究所が2008年に出版した英語教育に関するブックレット。大衆館書店の雑誌、英語教育に2001年4月から2003年3月まで24回にわたって連載された記事をブックレット化したものである。語学教育研究所は中学校や高等学校において文部科学省検定済み教科書を使う。 授業の核としてオーラルイントロダクションを提唱している。オーラルイントロダクションは英語で英語の授業を行う上での核とはいえ、あくまで導入でありそれ単独で存在するものではない。オーラルイントロダクションの前や後に様々な活動が必要であるが、その手順をライブ帳で示している文献は少ない。指導手順再検討は、 主に教師と生徒との豊富なインタラクション例を示し、授業の組み立て手順を詳細に記述している。2010年に第2冊が出ており、誤彙が修正されている。なぜ再検討か。ワーム、アップワームアップ各論復習復習各論一1復習各論二2復習各論三3オーラルイントロダクション総論オーラルイントロダクション、各論 1オーラルイントロダクション格論2オーラルイントロダクション格論3オーラルイントロダクションまとめ1オーラルイントロダクションまとめ2エクスプラネーション総論エクスプラネーション格論1エクスプラネーション格論2リーディングアラウド総論リーディングアラウド格論1リーディングアラウド格論2カンサーリーデシャン総論ロンカンサーリーデシャン格論1カンサーリーデシャン格論2カンサーリーデシャン格論3層まとめ ありがとうございます。